今日はクリアを塗っていくだけの動画になると思いますね。まあ飛ばしちゃうのもね、なんですから。ね、じゃあデカールもね、ちょこちょこと貼ったんで、あ、ボディでデカールはこれとこれ2枚ですけどね。ね、じゃあ、この時出しの前のクリア。で、前回は5対5、1対1か。50% に薄めた 2X クリアですけど、今回は大体 70% ぐらいまで薄めてます。で、やっぱり細拭きでエッジから塗っていきます。あ、ちょっとこの中、今掃除したんだけどな、この中が、ブースの中がちょっとホコリっぽいかもしれない。今こうやってあのドライヤーでブースの中からホコリを追い出して、で、塗装ブースの上でサーキュレーター回して外にそのホコリを吸い出してます。いや、塗りますね。で、これ今エッジになってるところ、飛び出しの時に傷つけやすいところを先に細拭きで乗せてます。まあ毎度毎度の拭きですね。で、要は中研ぎ前にクリアを厚く拭いてるんで、まあ、芯の部分を多くしたクリアを、重ねていって、まあ、こんな感じでテラって感じ、テラって、まあ、塗装目になるんですけど、これを重ねていく形ですね。まあ、その方が拭き出しはやりやすいですから。まあ、こんな感じで何回か拭いてきます。どうしても塗膜が1回あたりの塗膜が薄いんで、同じような絵になっちゃいますからね、動画的に。まあ、なのでこうして細拭きでまずエッジの方を塗ってやって、だから全体を塗ると、そうするとエッジの部分は面と比べて倍クリアが塗るわけですね。いや、屋根がないから楽だわ。もう若干薄めました。だいたい今 80% ぐらいシンナー混じってると思います。まあレベリングシンナーなんでね、ずっと広がりますから、それでももうこのカップ
一杯は使ってますね。このウィンドウのところをね、クリアもったいないですね。で、もう。いや、もうこんな感じでクリアの方塗っていくんで、あと塗り終わってしばらく乾燥させます。まあ1週間ぐらいかな。まあ塗装ブースで熱も時々与えるんで1週間ぐらいでいいと思います。じゃあとりあえず取り出し前にまた撮影しますので、でまた後ほど。まああれですね、今7割ぐらい薄め器入れてるじゃないですか。1対1でやってた頃は、だいたい3回か4回、4回ぐらいかな、塗ったかな。でもまあ、6回ぐらい塗れば、それと同じような塗膜の厚みはつくと思いますよ。ね、多分非常に動画まとめるところで今日短いのになっちゃいますけどね。まあしょうがないですね。2回目のクリアだからそんなに語ることもないですからね。まあ、なのでこの後、ね、さっき申し上げたように乾燥機を使ってで1週間ぐらい、ただ時期的に気温がねちょっと低くなるのと湿度があるんで、2週間ぐらい間空いちゃいますかね。あ、その間にあれですよ、エンジンとか車内とかそれを組み立てていきますんで、まあ、次はそのあたりの組み立ての動画ですかね。じゃあ今日は非常に短い動画になると思うんですけれども、この辺で。じゃあ、それではまた。